高知市は今月6日から市内59の医療機関で予約ができた高齢者から順次ワクチン接種を始めています。来月13日までの予約は一度終了しましたが、今日新たに9つの医療機関を追加し再び受付を行いました。今回受け付けたのは今月21日から来月13日までのおよそ3000回分の予約で、インターネットと電話で対応しましたが、今日で全て埋まったということです。次回の予約の受付は今月17日月曜日に始まり、来月14日から20日までの分を受け付けます。